松山市西の町の愛媛こどもの城でみんなでお正月遊びをしようが開かれています。このイベントは家族でお正月遊びを楽しんでもらおうと毎年行われているイベントです。今年はコロナウイルスの影響でお餅つき大会や獅子舞など一部中止となった催しもありましたが、この日遊びに来た子どもたちは巨大すごろくや福笑い、カルタを楽しんだり、コマやけん玉にも挑戦していました。目開けていい？いいよこれ反対って言ってくれなかった。またワークショップではミニタコ作りを開催しており、親子で力を合わせ細かい作業にも真剣に取り組んでいました。ご家族でお正月遊びを楽しんでいただく、あんまり最近はお正月遊びって言っても家でやることもないと思いますので、そういうところを、子どもの城でぜひ家族で遊んでいただきたくなってます。やはりコロナ禍ということで、イベントの内容等も考えながら、また対策も練りながらイベントを行っているんですけれども、今年度、来年度もですけれども、また大きなイベントもやっていこうと思っております。対策の方もしっかりしながら、でまた遊具の方でもジップラインができますので、そちら春からは、ジップラインの方も、楽しんでいただいて、ぜひご家族で子どもの城に来ていただければと思ってます。で取った一等賞、くじくって手に入れたの。昔から伝わっていってる遊びが今も残ってるんで楽しいですね。とても、はい、お正月遊び楽しいですね。ちなみにこれ26枚ありました。19です。3年生の時によくやっていて、で友達とやっていたらまあまあ上手くなって、でやっています。楽しい。やっぱり一回休みとかがあったけど、まあいろいろいい数とかで出せてよかったです。一回負けたけどいっぱい勝ったので嬉しかったです。初めてだったので楽しかったです。体を動かすのでちょっとした運動にいいと思います。参加者たちは思い思いにお正月遊びを楽しんでいました。